皆さんこんにちは。このライブ配信は7月7日1時スタートのオンラインイベント何かを始めた女たちエキスポ2、通称何ハギ2のお知らせです。リモというオンラインツールを使い、ブースのようなテーブルに登壇していただく登壇者の皆様をテーブルリーダーと呼んでおります。何かを始めたテーブルリーダーの皆様にインタビューしていきます。この配信は YouTube に活用しますため、個人情報に配慮しまして、いただくコメントは表示はせず、読み上げる形でご紹介いたします。皆様のコメントをお待ちしております。本日の MC の石井ゆきえです。何ハギ2ではインタビューチームとして、テーブルリーダーの皆さんにインタビューをしております。それでは、本日のゲストは、愛ちゃんにお越しいただいております。では、愛さん、お願いします。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。では、早速なんですが、愛ちゃん。はい。あなたは何を始めた女ですか？教えてください。はい。私は、育児を趣味にし始めた女です。はい。育児を趣味にし始めた女ですね。はい。ありがとうございます。はい。育児を趣味にって、ちょっとどういうことかと、ちょっと気になりますが。はい。これは7月7日の何ハギ2でお話ししていただくって形ですね。はい。わかりました。お願いします。はい。では、育児を趣味にし始めた女が気になる方はぜひ愛ちゃんのブースに遊びに来てくださいね。はい、お願いします、はい、ではいくつか質問をさせてください。はい、愛ちゃんはブログでちょっと読ませていただいたときに、私個人的に気になる言葉があったんで、はい、それについてちょっと聞かせてください。はい、おっさっていう言葉が書いてあったんですけど、はい。というのは、どういったものなんでしょうか？はい。オンサというのは、この Y 字型っていうんですかね。これをオンサと呼びます。で、ヤマハのロゴにも使われてたり、うん、方は、聞こえますか？大丈夫かな？ちょっとね、途切れちゃったんで。そうか。はい。私はこれを、楽器の調律ではなく、体の健康のために、心と体のケアのために、セルフケアで毎日使っています。そうなんですね。はい。体のセルフケア。なんか、どうやって使うのかがよくわかんないんですけど。そう、音を鳴らして、あとはちょっと炙り出しって言って、こう、動かしたりとか、そうですね。まあ、詳しくは私も今認定講師をやっておりますので、ぜひ、お問い合わせいただけたら、じゃんじゃん教えます。じゃあ、オンさんのことも気になる方は、はい、オンさんのところに、ぜひね、遊びに来ていただきたいと思います。はい。ありがとうございます。はい。はい。ではですね、何ハギについて、ちょっと聞いていきたいと思いますね。はい。一つ目の質問させていただきます。はい。何ハギで伝えたいことは何ですか？はい。そうですね。今回、私前回の何ハギにも参加させていただいていて、前回は、愛を巡らせ始めた女ということで、40年間自己肯定感がマイナスだったのを、いろいろ学びをして、2年間でプラスに変えたんですね。で、今回はその続編っていう感じで、自己肯定感が低かったママが、自己肯定感上げたら、育児が趣味になったっていうことで、そういう内容で、視点が変わると育児って面白くなるよっていうこととかもお伝えしていきたいなって思っています、今回は。
はい、ありがとうございます。視点が変われば育児も、まあ、やり方が変わったりするってことですね。うん、はい。うん。そっか。なんかちょっと気になります。気になりますか？あの、子育て中なので。はい。ね、はい。じゃあちょっと2つ目の質問させていただきますね。はい。はい。2つ目は、うん、何恥をどんな未来を描いてますか？はい。そうですね。やっぱり自己肯定感上げたいなって、本気で思っていらっしゃる方に、きっと何か、気づきをプレゼントして差し上げられるとは思うんですね。私の方から。まあ、なんか、ああしろ、こうしろってこう、アドバイスというよりも、まあ、私の経験からこんなこと、私はこんなことをして気づきを得たっていうのがきっと、何かヒントになると思うんです。なので、その自己肯定感本気で上げたいとか、自分が本当に変わりたい。私がそうだったんですね。本気で変わりたかったから、本気でいろんなことに行って、たくさんお金も使ってきたし、でもそれでも惜しくないぐらい、今、すごく気持ちも楽に生きられるようになったし、すごく愛を感じて生きて、家族との愛も、本当にその当時は、家族との愛も感じられないぐらい、もうなんか、ひどい生活をしてたので、本当にもう、笑いがない家庭だったので、夫ともギスギスしてたし、でもそれを変えたいって本気で変えたときに、その先にちゃんと自分が欲しい未来にたどり着けたので、まあもちろん今もどんどん豊かな未来を築きたいと思ってるから、だからそのかつての私みたいな人たちも私みたいにこんなに楽に、あんな私もこんなに楽になれたんだからっていうことで、一緒に豊かな愛が溢れる世界に一緒に行っていきたいなって、本気で変わりたい人には一緒に背中を押したいなと思います。なるほど。まあ、でも本気でいかないと、やっぱり変わることってできないのかなって思うんですけど、うんうん。そうなんですよ。そう。だから自分と向き合うってすごく見たくない自分を見なきゃいけなくて、苦しいんですよね、その変わっていく最中って。でも、その蓋を外した時に、ようやく自分と向き合えて、あ、それも自分だったって全部、あ、全部それでよかったんだって、ようやくその醜い自分も汚い自分も、本当はこんなひどいやつだった悪魔みたいな自分も、全部自分だって受け入れた時にようやく全部受け入れられるように。でもかといって今の自分が全部受け入れられて、全部正直に生きてるかって言ったら、それは私にもわからないけども、それでも数年前の自分に比べたら、本当に楽に生きられてるし、何より、子供がちゃんとそれを証明してくれてるっていうか、子供がかつてその私がまだ自分を好きじゃなかった10年前、その結婚した当初まだ今より全然若い時の写真を見て、今のママの方がずっと可愛いって、やっぱりその魂を子供たちは見てるんですよね。だから魂が本当に輝いてるかどうかっていうのは子供は見抜くから、すごい褒め言葉で私にとってはそれが。だから、その、今ね、100年、人生100年時代って言ってて、素敵に年を重ねるにも、同じ100年生きるのだったら、もちろん私毎日今でもガミガミ子供のこと怒ったりするけど、前はガミガミ怒ると、いちいち凹んでたんですよね。ああ、また怒っちゃったとか、子供の寝顔を見て涙したりとか、ごめんねって謝ってたんだけど、今はもうそれも全部分かってきてるから、その、この世の中のからくりとかも見えてきてるから、今はもう画面に怒ってもすっきり怒って、でも怒られてるのに子供たちは私の愛をちゃんと感じられてるから、そういう、どうせ笑うなら心から笑っていきたいって私は思ったから、そう、だからみんなって、まあそう、でもそういうふうに思えた人には私も一緒にサポートしたいなと思います。ありがとうございます。はい、すいません、頑張りすぎちゃった。愛ちゃんが、その、ちょっと、こう、私は今の愛ちゃんしか知らないんですけど、そういうなんかちょっと、苦労してた時の愛ちゃんの話を聞いて、私もなんか、ちょっとそういう部分を、例えば、
子供に叱った後、ちょっとごめんねとか、うん、やっぱり言うんですよね。そうですよね。後悔して、あ、なんであの時怒っちゃったんだろうって。うんうん、もうなんか、自分がとりあえず気が済むまで、カーって、こう耳をこう、鬼にして、カーッって言って、言っちゃう時があって、うんうんうん、だから、あ、なんか、自分のことを言われてるような。そう、でも怒っても大丈夫なんだって分かるようになると、すごい楽なんですよ。だからそのヒントをぜひ皆さんにプレゼントして、何より私は子供たちのためにママが幸せになってほしい。で、かつての自分も自分のお母さんに笑ってほしかったし、多分その思いがあるのかなってなんか分かんないけど、うん、だから子供のためかな、なんか、うん、なんか子供たちが自由に、あの、枠に縛られず、本当に好きに生きるには、ママたちが、本当に魂から、自分の好きなことをやったりとか、自分を好きになる、だけで、子供たちがそれを、やり始める。でも、それを見せつけてくるのは子供だっていうのが分かると、怒る、子供にイライラする理由も分かるし、全部が、からくりが見えてくると、なんだって思えるんですよね。だからそれをすごいお伝えしたいなと思ってます。なんかとても素敵なことだなって。やっぱ子育てで困ってるお母さんってたくさんいると思うんですよ。だからぜひね、愛ちゃんがたくさんの人に伝えてほしいと私は思ってます。はい。ありがとうございます。はい。ではですね、3つ目の質問させていただきます。参加される方へのメッセージ、お願いします。はい。何はじはですね、本当にね、素敵なイベントだなって1回目の時に感じたから、私2回目もね、もう1回目の途中で2回目やりますってもう話が出てたんで、あ、もうすぐ私も次出ますって手を挙げさせてもらって、っていうのがその、今回はね、たかこさんが実行委員されてて、その、自己委員も素敵だし、その運営のみんなも素敵だし、テーブルリーダーも素敵だし、で、参加してくれる方もみんなが本当にびっくりするぐらい素敵で、で、やっぱり素敵な人たち、あったかい人たちのところって、自然とそういう人が、やっぱ周波数が、その、音さんの話じゃないんですけど、周波数も操る女なので、私は。周波数ってやっぱりね、呼び合うんですよね、同じ。だから、自然とそうやって、同じ周波数の人たちが集まって、すごく刺激し合うんですよね。それが心地いいっていうか、本当に、この、なんだろう、令和の時代にマッチしてるイベントだなって、そのみんなで輪を作っていくっていうのが、だから、ぜひね、なんか、なんだろうな、なんか始めたいって人もそうだし、テーブルリーダーさん気になるって人でもいいし、なんか、やってみたいんだけど何していいかわかんないんだけどっていう人とか、なんかモヤモヤっとしてる人がぜひ飛び込んできてくれたら何か素敵な出会いがね、広がると思うので、ぜひ遊びに来てほしいな。皆さん本当に素敵なんで、誰と絡んでも多分、なんだろうな、本当にあったかいと思うので、ぜひ来ていただきたいなと思ってます。はい、ありがとうございます。何はじの、まあ、最初のイベントも、たくさんの方に来ていただいて、皆さんに、まあ、好評だったんで、何はじ2も、ね、たくさんの人に、気軽に来ていただいて、で、たくさんの、テーブルリーダーが出ているので、いろんな価値観にきっと出会えると思うんですね。ね、何か、ヒントを得たりとか、新しい出会いで繋がったりとか、そんな、広がりが、まあ、広がりが増えていくイベントだと私も思うので、皆さん気軽に来ていただきたいと思ってます。はい。はい。もっとお話をしていただきたいところなんですが、この続きは7月7日1時スタートのオンラインイベント、何かを始めた女たちエキスポ2、通称何はじ2にてお話ししていただきます。ご参加いただくには参加無料のチケットが必要となります。そちらについてはコメント欄にチケットの URL を載せますので、ぜひご覧ください。では当日を楽しみにしてください。本日は愛ちゃんありがとうございました。ありがとうございました。はい、じゃあまた
当日お会いしましょう。はい。さよなら。